それでは聞いてください。二次組ファイツで恋愛デビュー始めました。さあみんな始まるよ、二次組。はい、恋愛デビュー始めました。始めたはいいけどやってやってファイファイ。恋愛デビューって難しい、難しいからこそやってファイ。誰の周りでも始めたはいいけどやってやってファイファイ。恋愛デビューって難しい、難しいからこそやってやってファイ。もう夢中で、無我夢中で、今夢中とキスしたいとファイ。83番のぎことのぎわつばさです。よろしくお願いします。はい、背番号82番の長岡拓真です。よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。ありがとうございます。和歌山から来ました関西メンバーです。おまんちの近所のおばあちゃん、背番号79番宮前きゆです。きゆちゃんって呼んでください。よろしくお願いします。はい、背番号74番ゴータンこと柳ゴータです。よろしくお願いします。はい、ちょっとお手伝いさせてもらってもよろしいですか。自分がかけちゃうぞと言ったらピッピピッピッとみんなで言ってください。恥ずかしくても言ってくださいね。はい、いきます。かけちゃうぞ、ピッピピッピッ。私は魔女の子、みんなに魔法かけちゃうぞ。はい、痛いよね。はい、背番号67番、ピッピこと三上弘樹です。九州メンバーです。よろしくお願いします。はい、みんなの視線で僕のハートがトキトキしてるよ。背番号40番関西メンバーの山本人です。よろしくお願いします。はい、九州の皆さんこんにちは。こんにちは。はい、今日は名古屋からやってまいりました、黄昏世代のミラクルビューティー、背番号18番佐々木隆二、おささって呼んでください。よろしくお願いします。はい、東京から来ました、背番号8番の八島一択です。よろしくお願いします。かわいい。はい、ではですね、はい、続きまして2曲目、つかみさま。夏休みの最後に
があるなんて思わせぶりなセリフで、ああ多分きっと化した小説なくしたとかとくならない理由だと思うけど、サンクス神様、ありがとう神様、きっかけはどんなんだろうと、あと一瞬でこの夏が終わる、サンクス神様、ありがとう神様、だから少しの勇気をください、いつもの夏にしたくない、好きで好きで君が大好きで好きで好きで、それしか言えない、サンクス神様、ありがとう神様、きっかけはどんなんだろうと、あと一瞬でこの夏が終わる、サンクス神様、ありがとう神様、だから少しの勇気をください、いつもの夏にしたくない、サンクサンクサクサンクス神様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 、サク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 サ